日本磁力専攻は、専攻、鉄鋼原料等加工販売事業、非鉄金属関連リサイクル事業、環境関連リサイクル事業、プラント事業などを行っている、日本のリサイクル産業の先駆け的企業である。1944年、戦前九万州で、鉄鋼技師であった原田玄三郎は、製鉄原料処理を行う、原田式交流自選機を開発。 1949年、この技術を応用して、ヤワタ製鉄所のコーロガス灰から鉄分を回収し、製鉄原料焼結鉱の原料とする事業を開始すべく、ヤワタ市に会社設立。1971年、ヤワタ製鉄所で発生するスラグのほとんどを処理、鉄源のリサイクルシステムを確立。現在、年間の製鉄スラグ処理量は、 約350万トンで全国の業界トップシェアである。関連会社は10社。主な事業は製鉄スラグ処理を中心に磁力先行機をはじめとするリサイクル機器の製造販売、アルミニウムやマグネシウムのリサイクル事業なども行う。2008年8月、ソニーが北九州市と共同でレアメタルのリサイクル事業化に向けた実証実験を行うことを発表。 レアメタルを含む小型電子機器の回収ボックスを市内のスーパーマーケットなどに設置し回収を行う。日本自力専攻がこの実証実験のパートナーに選定され回収された小型電子機器からレアメタルを取り出す。取り出されたレアメタルはソニー製品に再使用される。2013年6月28日には経済産業省より九州、山口の各県を 収集区域とした使用済み小型電子機器等の最初限化の促進に関する法律による事業者の認定を受けた。かつては100%出資の子会社に非戦開発があり、フェルルブランドでマンション分譲を行っていたが、事業見直しにより2010年に吸収合併し、新規マンション開発からは撤退。現在は非線開発から分離された別の子会社が既存物件の管理、 運営などを行っている。ABC 日本自力先行株式会社第85期決算、広告経済産業省 3R 政策、小型家電リサイクル法認定事業者一覧。ありがとうございます。